皆さんこんばんは。さあ始まりましたマインクラフトということでね、今日も頑張ってやっていきましょう。今日はですね、前回言ってた通りネザーに行ってエンダーマンを倒したいと思います。でネザーに行ったらエンダーマンが倒せるわけじゃなくて、青い森を見つけないといけないので、とりあえずネザーに一回行って青い森を探しにまずは行きたいなと思っております。じゃあ早速行ってみよう。この装備をダイヤモンドに変えよう。で弓があるから、まあ、この弓でどうにか戦いましょう。で矢をちょっとだけもらっていこう。今64本あるんだけど、もうちょっとだけ矢をもらっていこう。もうあと64本もらいました。よし、これでいいでしょう。じゃあとりあえずこんな感じでいこうかな。一応死んだ時のためにここにスポーンしといて、ここの裏にもベッド置いてあったかな、そういえば。あ、ここにもあるわ。ここをスポーン地点にして、よし行きましょう。レッツゴー。待って、なんかやられてるやられてる。なんで雲とゾンビがいるんだ。入ってったってことかな。このネザーゲートから入っていっちゃったのかな。よし、やっつけた。向こうから入ってくるっていうのもありえるわけだね。ちょっと鉄半分ここに置いとこうか。でこの木も半分ここに置いといて、矢もちょっとだけここに置いとこう。よし、これでいきますか。あ、しまった、金装備なんもないじゃん。ダメだ、一回戻ろう。あ、またやられてる。あれ、さっきのゾンビじゃないこいつ。そっか、ここにも一応作っとかないと、ゲートを囲う何かをね。金装備がないとダメだった。何にしようかな。火炎耐性ついてるこのレギンスにするか、爆発耐性のブーツとかでもいいけど、火炎耐性にしてみるか。よし、行ってみよう。ちょっと囲いたかったけど、ネザーゲート。まあ、また今度やろう。こっからまっすぐ掘っていってみよっか。とりあえず赤い森を抜けた方がいいと思うから、こっからまっすぐ掘っていこう。地上を行くと結構危険が多いと思うので、まあ、掘っていった方が安全で遠くまで行けるでしょうという感じでございます。ダメー。ちょっと一マスずらそう。よし、掘っていきます。でも何もなさそうだし、敵もいなさそう。せっかくなのでこの辺もらっていこう。よいしょ。じゃあ引き続きまっすぐ掘っていこうか。地面がある。まあこういうのは降りてもって感じなので、ちょっと道をつなげていこう。玄武岩デルタか。玄武岩デルタか、違う方向行くか。一回拠点に戻ろう。ちょっと物だけここに入れて、松明足りなさそうな気がするな。どうしようかな。この拠点から向こうには掘っていけないから、さっきの玄武岩デルタらへんからこう右側に掘っていくことにしようか。そんなに遠くなかったので、この辺がもう玄武岩デルタだね。この辺りから向こうに掘っていってみようか。ダメ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 。ちょっと待って、もうちょいずらそう。この辺はどう？怖っ。あ、大丈夫そう。なんかめっちゃ燃えてる音がしてるんだよね。うん、この辺も玄武岩デルタだ。なんか白いのがふわふわしてる。ずっとガストの声がしてる。結構近くにいるのかな。結構ね、掘ってると思うんだけどね、なかなか出てこないね、何も。まあ掘ってる高さとかにもよると思うから、ちょうど何もないところなのかもしれないな。あ、どうしよう、ちょっとずらそうかな、場所。めっちゃ長い。結構掘っちゃった。向こうに行くにもな、こっちに行く？あと一回帰らないと松明がないわ。夜かな。ちょっとやっぱり囲わないと、これ来る時も帰る時も怖いな。よし、さすがにちょっと囲おうか。こっから囲うか。こんな感じで多分大丈夫じゃないか。よし、それじゃあもう一回行こう。じゃあどうしよう、向こう側行こうかな。あの豚がいるからな。下から掘っていくことにするか。安全第一で行きたいので。それかこっから橋みたいに作っていくかだよね。橋作戦がでも一番意外といいのかもしれない。橋作戦やってみようかな。向こうだね。からこうか。あとはガストに狙われないようにしたいという。あと念のため
豚が上から落ちてきて私を踏みつぶさないように屋根つくとこ、こんな感じにしとけば、あ、こういう人はいるかもしれないけど、あの凶暴な豚は襲ってこないでしょ。あいつだな、あの人この一マスでも入ってこれるのかな。あ、やられた。よし、これで一応安全な道は確保されたのではないか。とにかくね、あのでかい豚が襲ってくるとね、あいつが結構痛いからね。さあ行きましょう。赤い森の向こうには青い森があるといいな。まだ赤い森だね。じゃあつなげていきますか。ネザーラックがなくなってしまった。よし、引き続き掘っていく。もう襲われたらここに逃げ込むしかないか。囲うだけの土とかもないしな。うわ、ガストいる。しかも向こう玄武岩デルタじゃないな。あのあれなんだっけ、骨の塊みたいなやつがあるんだよね。ソウルサンドの谷。じゃあ青い森じゃないな。ソウルサンドの谷か。一回戻ってどっかからまた違う方向掘ってってみようかな。ちょっと向こう行ったところでまたこっち側掘ってってみようかな。こっちはさ、見る感じ結構マグマっぽいから、ちょっと向こう行って向こう掘るか。よし、行ってみよう。この辺から向こう行ってみようか。ここが入り口。じゃあここ掘っていこう。まだ赤い森だな、雰囲気的に。赤色ふわふわしてるもんな。赤い森広いな。抜けたと思ったら赤い森だった。はっ、青い森か。青い森ではないかも。これソウルサンドの森だ。ソウルサンドだな。ちょっと待って、やばいやばいやばい、わかんなくなる。ここ入り口、ここです。ソウルサンドだ。青い森じゃないや。こっちの方を抜けていったとしても、ちょっと待って、マジでわかんなくなるからダメだ。ちゃんと目印つけて歩こう。こっから来てます。なんもないかも。もうガストいすぎ。私の弓が強くて意外とガストやっつけれるな。ないないね、ないね、ない。よし、じゃあ戻るか一回とりあえずね。あ、いやいや、やめてー、水ー。あー、戻ろう。よし、どうしよう、どこ行こう。玄武岩デルタをさらにまっすぐ行く。玄武岩デルタもう一回行ってみようかな。ソウルサンドの森をさらにまっすぐ行ってみるか。それかもうここまで来たから向こう側行くか。でもなー、マグマっぽいんだよね。向こうの方土地がありそうな感じじゃないんだよね。一回ソウルサンドまで行ってみよう。あー、ここがソウルサンドですね。そっか、スケルトンがいっぱいいるのか。あの人たち私を襲ってくるタイプのやつか。ちょっと近づいてみよう。あ、襲ってくるタイプのやつだった。そっか、じゃあソウルサンドの森は襲われるとスケルトンにね。あ、やばい、スケルトンいっぱいいる。じゃあ逆に玄武岩デルタの方行ってみようかな。再び向こう側行ってみよう。ここ気をつけながらちょっと道作っていくか。ガストに見つかってこの橋をね壊されるのが嫌なんだよね。でもちょっとここまで来たけど、こっからずっと道つないでいかないといけないってことでしょう。結構続いてるよね。ちょっともうこの辺はガスト出ないかな。出るのかな。いやー、なんか厳しそうな気がするけど、もうちょっとだけ頑張ってみるか。あ、やられた、やられた、くそ。やっぱり上も塞いどかないとダメか。普通にやっぱ下掘っていった方が早いかもな。仕方ない、始めてしまったからもう少し頑張りますか。あ、そんなジャンピング力あるの。わあ、マグマキューブ倒してもこっからじゃ取れないし。あー、ちなみにここまで来たけどもうね石がなくなってしまった。あとやっぱりまだまだ続いていそう。一回戻るか。玄武岩デルタから横に行った方をちょっと掘ってみるか。めちゃめちゃ掘ってるけど、すごい遠くになっちゃってるけど、まあそこ地味に繋いでいくよりはいいでしょう。急に攻撃された。ないじゃん、緑の森。
赤い森じゃん。赤い森はいらんのよ。はっ、あったー、緑の森見つけた。もう帰るのちょっとめんどくさいから、ここで拠点作るか。よし、じゃあここに拠点を一応作って、といってもですね、どうしよう、なんか貴重なもの、マグマクリームぐらいしかないか。ガストの涙とかも貴重かな。一応チェスト作っとくか。まあ、ここにネザークオーツとかこの辺入れて、でネザーラックもこんなにはいらないから一応ここに入れといて、原木半分、松明も半分置いとくか一応。でね、ツルハシがもうないんだよね。矢はあと26本あるんだけど、ツルハシがなくって、あと斧とシャベルか。エンダーマンをやっつけたいから、まあ斧でやっつけるか。ないもんな、作れるもの。これで行こう。よし、それでは青い森に行こう。青い森単体のとこまで本当は行きたいけどな。めっちゃ豚いるじゃん。もうちょっと向こうから掘っていけないかな。ちょっとあの穴からもうちょっとだけ手前に、おお、もうちょい向こうに掘っていきたいな。とせっかく拠点作ったけど、一回帰るか。でもう一回ちゃんと来よう。まあ、とりあえずここの拠点はこのままにして一回帰ろう。よし、戻ってきた。まあどうせここまで帰ってきたから一回家に戻るか。よし、一回帰ろう。よ、うん、帰ってきた。よーし、じゃあ一回家に戻りましょう。そういえば無限ある。無限の弓作っていくか。無限にできそうな弓、うん、こっちの方が良さそうだな。これ使うか。で無限、これつけれるのかな。あ、いける。フレイム、耐久力3、射撃ダメージ増加5、パンチ2、無限。うわー、この無限終わったら悲しいけど、まあしょうがないな。これ修繕すんのにエンチャントコスト17もかかる。マジかー。まあしょうがないか。じゃあネザーにもう一回行こう。まあとりあえずここに弓、修繕ついてる弓と矢も半分以上は置いていって、松明忘れてた。まあいっか、松明ある分で。よし、とりあえずこれで行きましょう。ひたすらまっすぐ行きまして、ここが拠点だ。拠点のもうちょい離れたところから、この辺から横に掘ってって、適当な場所で青い森の方に掘ってってみようかな。赤い森と青い森がつながってたから豚にね襲われるんだよね。それが嫌なので、ああなるほど、このまま繋いでいくか。ここを塞いだら止まる？あ、止まった。よしよし、これでいこう。ちなみにここはどんな感じなのかな、ちょっと見てみよう。もうちょい行かないと青い森じゃなさそうだね。もっと行こう。曲がってみるか、この辺で一回。あ、なんか青い森見える。あ、危ない。もうちょい行った方が良さそうだな。あ、危ない場所に来たね。いやー、これはダメそうだな。もう曲がろう。この辺で曲がってみるか。今エンダーマンの音したぞ。これは来たんじゃないか。はっ、落ちちゃった。やばい、エンダーマンいる。危なかった、今の死んでたな。どうしようかな、上に上がるか。ちょっとお願いだからマグマ落ちてこないでほしいな。あー、マグマだ。ダメだ。ずれるか。怖すぎるネザー。マグマ落ちてこないでね。ああ、最悪だ。ああ、どうしよう。行きようがない。もうちょっとだけまっすぐ掘ってみよう。あ、いいじゃん。いい場所に来た。これなら襲われても大丈夫なんじゃない？あ、OK、OK、OK。そう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 。これ結構強い剣があった方が良かったな、きっと。じゃあちょっとここでエンダーマン狩りをしよう。お、いいね。お、いいね、いいね、いいね。じゃあここで適当に
弓を撃って、で、ここまで来たやつを叩くと。どうもあそこにマグマがあるっぽくって、そこで燃えて勝手に死ぬっぽい。はい、今ね、20分ぐらいかな。ずっとね、飼ってたんだけど、9個。ここに、まあ、屋根を作って、自分しか入れない高さ、2段の高さにして、まあ、弓とかをね、こっから撃ったりとかして、こいつを敵持たせて、で、ここの入ってこれないこの安全圏のところで戦ってるんだけど、なかなかね、ここの場所で死んでくれるってやつが少ないかも。このこうやってマグマがここにあるから、マグマで勝手にどっかで死んじゃったりとかしてるやつも多いかも。あとね、強い武器を持ってきてないから、もうちょっと強いエンチャントした剣とかだったら良かったのかもしれないけど、こう普通のツルハシとかで殴ってるから、結構ね、殴ってる間に死なずにどっか行っちゃったりとかいう感じもあるかも。あとあれだね、エンダーパールを落とすやつが少ない。よし、一回戻りましょう。30分ちょいぐらいかな。16個取れました。看板作って青い森こっちとかしといた方が良かったかな。ちょっと穴掘りすぎて道わかんなくなりそう。よし、無事拠点に戻ってきました。とりあえずこの辺のものは一回引き上げようかな。よし、帰りましょう。あー、無事帰ってきた、よかった。はい、ということで無事に帰ってきました。エンダーパール16個ゲットできたから、16個じゃ足りないのかな。9個は絶対に穴に入れないといけないと思っていくとして、16個投げてどうだろう、たどり着かないかな。もうちょっと取った方がいいのかな。まあでも、あそこの場所でエンダーパール取れるっていうことが分かったので、とりあえずね、16個ゲットできてよかったです。エンドに一歩近づきましたね。ということで、よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。